とりあえず壊滅は免れたようですが、被害は甚大のようですね。栄華を極めたあの里は哀れだ。柄にもない。やはり未練がありますか、あなたでも。いや、まるでないよ。そろそろ行くぞ、貴様。止まれ。里に侵入した不審な輩がいると思ったら、まさかお前たちとはな。ウチハイたち、星が聞きさめ、畑カカシ、お前たち里に来た目的は何だ。探し物を見つけに来ただけです。探し物？なんだそれは。それをあなたに教える必要はない。戦闘開始。この目から戦いの手本を見せる。これで最後だ。コピーした忍術を見せてやるよ。カトン大突破、水流弾の術、高火球の術。まあこんなもんか。さすがにやりますね。なんてやつだ。術のスピードが段違いで速い。いいでしょう。なぜウチハ一族が最強と謳われ恐れられたのか。シャリンガンの本当の力を見せてあげましょう。まさか。つくよみの世界では全ては俺が支配する。これから72時間あなたを刀で切り続ける。ほう、あれを耐え切りましたか。探し物とはナルトの中の九尾のことか。動いているのがお前たちだけじゃないのは知ってる。
組織名は暁だったか。イタチさん。ああ、カカシさんは連れて行く。この葉強力戦法。何者です。この葉の気高き青い猛獣マイトガイ。なんて格好だ。珍獣の間違いでは。貴様、残念だがこれ以上はナンセンスだ。帰るぞ。せっかくうずいてきたのにしょうがないですね。この葉崩しが終わって里がようやく落ち着いてきた。そんな時、エロ仙人が綱出って人を探しに行かないかって誘ってきた。でもな、俺っては修行が忙しいからな。え、旅の間に千鳥よりすごい術教えてくれんのだよ。それは先に言ってくれよ。新しい術のためならどこでも行くぜ。新しい術を教えてもらって、サスケもカカシ先生もびっくりさせてやるってばよ。お、気合入っとるな。よっしゃ、いざ出発。うちはイタチ、あいつがこの里に帰ってきていただと。そしてナルトを追ってる。このままじゃナルトが危ない。間に合ってくれ。あいつが近くにいる。じゃあ、イタチ。たく、修行してやるっつうからついてきたのに、一人で宿探せなんてひでえってばよ。ま、サスケ？違う、誰だ。こんなお子さんに興味がねえ。ナルト君、一緒に来てもらおう。イタチさん、ちょろちょろされると面倒ですし、少々痛めつけておいた方が。うん？久しぶりだな、サスケ。サスケ？ほう、あなたによく。一体何者です？俺の弟だ。倒すためだけに俺は生きてきた。お前は弱い。さて、それではキュービのお子様を。そこまでだの。エロ仙人。あなたはあの三人の。お前らはここでわしが始末する。イタチさん。あ、相手が悪すぎる。ここは引くぞ。
おのれ三代目、まさか私の腕を封印するとは。この痛み、早くあいつに綱手にこの腕を治療してもらうしかないよね。オロチマルさん、綱手様の居場所が分かりました。どうやら短冊街にいるようです。短冊街、しかしうまくいくでしょうか。良薬は口に苦いものなのよ。意識を失ったサスケを助けるために綱手探しを再開したんだけど、どうやらエロ仙人はその捜索期間を利用して俺に新しい術を教えてくれるらしい。待ってました。エロ仙人が教えてくれるのは螺旋丸っていう術で、何か得得すんのがすげえ難しいらしいんだけど、絶対物にしてみせるってばよ。よっしゃ、こんな術3日もあれば完璧にマスターしてやるってばよ。この術はあの四代目火影が残した忍術だ。そう簡単にいくかの。四代目火影か。よし、やる気がバリバリ出てきたってばよ。短冊街に着いた僕たちは問題なく綱手様と出会うことができた。さてオロチマル様、この希少な争うな方とどのような交渉をされるおつもりですか。ずいぶん久しぶりじゃないかオロチマル。綱手、単刀直入にお願いするわ。この腕直してくれないかしら。もしこの腕を直してくれるのであれば、お前の愛した最愛の者たちを生き返らせてあげるわ。な返事は後日でいいわ。よく考えなさい。螺旋丸の修行を始めて結構経ったってのに、なかなか得得できねえってばよ。エロ仙人は俺をほったらかしにして情報集めに行っちまうし、くっそー、俺ってばまだ諦めねえぞ。チャクラを圧縮してとどめる。言葉じゃ簡単だけどうまくいかねえ。この術はあの四代目火影が残した忍術だ。へっ、俺は諦めねえぞ。絶対に得得してやる。やっと、やっと綱手って人を見つけたってばよ。でもさ、なんでエロ仙人ってばこの人を探してたんだろう。え、次の火影になってもらう。どういうことだよ。しかもこの女ってばそれを断ってるし。それどころか火影はみんな無駄死にしたとか言いやがる。死ねってばよ。ふん、火影なんてクソよ。馬鹿以外やりゃしないわ。てめえ、俺の前でじいちゃんや四代目をバカにするようなやつ、女だからって関係ねえ。
力いっぱいぶん殴ってやる。木陰をバカにしやがって、絶対許すわけにはいかねえ。ふん、こう見えても三人の一人に数えられたこともある。下人相手に本気もないな。これ一本で十分だ。ふざけんじゃねえってばよ。なんだこいつ、すげえ力だってばよ。おいカキ、気絶する前に一つ聞いておく。お前はなんでホカゲの名にそこまで噛みつく。ふん、俺ってばお前と違って絶対ホカゲの名前を受け継ぐんだ。ホカゲは俺の夢だから。ふっ、綱でお前に何があったか詮索するつもりはない。だが一言だけ言っておく。歴代のホカゲたちはただ死んでいったわけではない。乱世を治め里を繁栄させる、その理想、その夢に命を懸けた。お前も本当は分かってるはずだ。夢と理想。オロチマルの腕を治せば私の愛したものが帰ってくる。もう一度抱きしめることができる。そう思っていたのに、私はあいつと出会ってしまった。渦巻きナルト、あいつの言葉が私の心を揺らす。私はどうすればいい。あいつのあの目、あの言葉。ホカゲは俺の夢だから。ナマキだ。私はさあ答えを聞こうかしら。私の腕を治すのか、治さないのか。ホカゲは俺の夢だから。さあ、どうなの？ふん、ありえないな。断る。交渉決裂ですね。仕方ないわね。こうなったら力ずくでお願いするしかないよね。ろくでもねえお前らは今ここで潰す。カブト、やれやれ。体術はあまり得意ではないんですがね。戦闘開始。もらっておく。
なるほど。さすがは三人の一人。こいつ。ですが、さっきの攻撃であなたの筋肉に少しだけ傷をつけておきました。これで今までのように動くことはできませんよ。さて、それじゃそろそろ、蹴りをつけますか。お前たち大丈夫ですか、綱手様。おお、相変わらず目つき悪いの、お前は。久しぶりね、ジライア。そろそろお前との因縁にケリつけるかの。やれるものならやってみなさい。かつては里の狂気と呼ばれていたあなたが、あんな才能のないガキを連れ回して里のために奔走するとはね。忍びの才能のないものを鍛えてどうするというの。忍者とは忍術を扱うものを指す。この意味さえわからないのかしら。かわいそうに才能がないのに抗うから、兜にやられてるじゃない。忍びの才能はそんなところにありゃしねえ。お前こそまだわからねえのか。忍者とは忍び耐える者のことなんだよ。見解の相違ね。一つお前に教えといてやる。忍びの才能で大切なのは持ってる術の数なんかじゃねえ。大切なのは諦めねえど根性だ。ナルト君、君はいつもほかげになるってはしゃいでいたね。今も同じようにはしゃげるかい。何？ガキは全てが簡単だと思ってる。だから馬鹿げた夢を平気で口にする。だから諦めない。まっすぐ自分の言葉は曲げねえ。それが俺の人道だ。お前、はあ、まったく君は僕を苛立たせるのが上手だね。もういい、ナルト、もうやめろ。死んだら夢も何もないんだよ。もういいからどけ、逃げろ。大
丈夫だってばよ。俺はおかげになるまで絶対死なねえからよ。ナルト、戦闘開始。やったってば。いや、ナルト、お前は賭けには勝ったぜ。おかげは俺の夢だからか。最後にもう一度だけあんたにかけてみたくなった。あの子をそのままにしておくと危険ね。後々のためにもここで消しておいた方がいいわね。そうはさせない。砂でこの子だけは絶対に守る。なぜ三人ともあろう者がそんな下人のただのガキを必死で守ろうとする。この小さなガキはいずれ火影になるガキだからね。火影なんてクソよ。若いがやりゃしないわ。歴代のほかげたちはその理想、その夢に命を懸けた。ここからは私も命を懸ける。お前はこの葉隠れのためここで消えてもらう。何？里を守るのは私の義務だからね。義務？ああ、なぜなら私が野葉隠れ五代目火影だからな。迷いを断ち切って
ようやく綱手姫も本領を発揮できたようだの。あのとんでもねえ怪力でオロチマルのやつをぶっ飛ばしやがった。ふっ、やはりあいつはこうでなくてはの。お前に直してもらわなくとも腕を直す方法は他にもあるのよ。何だと？この歯は必ず潰してあげるわ。その時また会えるといいわね、我が同士。綱で地雷。マルを倒したのか。すごいだろう。まあ俺ってばばあちゃんの力は知ってるし、その話が嘘じゃないってのはわかるけど。けどどうした？綱手のばあちゃんが五代目火影ってのはな。なんだ不満そうだろう、ナルト。だって三代目のじいちゃんと違って気性が荒いし、しかもわがままっぽくて、その上金にルーズで陰険でバカだし。何？はあ、ちゃんとやっていけんのか不安だってばよ。よく言った。お手に出なガキ。たぶん俺ってば心配してやってんのにさ、やっぱ気性はすげえ荒いってばよ。ガキが。お前に心配される筋合いはないね。ガキガキってバカにすんなってばよ。今はこんなでもいつかはほかげになってやる。ねえ、なんだってばよ。いい男になりなよ。そして立派なほかげにな。あ！よし！じゃあ帰るか。この葉隠れの里に。